これネックピローがですね、うん、3種類今回ご用意してあります、うん、価格はそれぞれ3850円なんですけども、うんうんうん、まあ我々の一押しとしては、うん、今ちょうど映ってるキャプテンが手に持ってる、ね、ああまあそうなるよね、はい、はい、こちらです。これが何かというと、これしかも何の練習もしてないけど大丈夫、いいいい、その方が、うん、林さんもどうぞお好きな方を。それね、一番難しいやつ。これが、さあ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 、じゃあこっちにする。あ、これ意外と難しいな。なんか結構、ルッコさんサクサクさ、うん、そうだね、ひっくり返す。そう、ひっくり返す、あのね、コツがいるのよ。だけど、何回かやってると意外とね、スムーズにあの、いくようになるのよ、これ不思議なもので。なんかこれ、ビーズが入ってるからさ、うん、はい、まあこれでもさ、うん、なんかめっちゃ余ってるよ、砂。砂じゃないか、じゃない。材質を変えるな。え、これまだどっかに入るのかな。入る入る。もっと押し込め。もっともっとグッてグッていきます、うん。そうですそうです。これでもよよなんとかみたいな。気持ちよさあるよね。よなんとか、うん、よなんとかみたいなね。なんとかみたいな。ああ、できた。ほら、いけるでしょ。かわいよ。そうそうそう、このモードに変身、チェンジするわけです。この、あ、いけるいける。いけた、ね、アンビストマン。アンビストマン、アンビストマン。おお、行ったね。イエーイ。アンビストマンは、うん、林くんチョイスなの。そのミニオンとして入った時。ミニオンとして入った時はね、うん、そうだね、俺だった気がする。なんか、うん、そう、カメレオンとか、カメレオンじゃない、うん、エリマキトカゲとか、うん、コアラとか、うん、なんか自分がちっちゃい頃に、うん、なんか1年に1回ぐらいさ、なんか流行りの動物みたいなのがさ、いた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 時期がさ、うん、あったんですよ、昭和に。あったよ。そうそう、それで、うん、それをなんかふと思い出して、うん、それ1個ずつ作ろうと思って、それ入れてた時期があって、でその中でアンビストマンも入れた。あの、エリマキトカゲとかがすごくもてはやされた時だよね。そう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 、多分エリマキトカゲの次ぐらいに確かウーパールーパーが来たよ。そうそうそう、だって見に行ったの覚えてるもん、うん、あのデパートの、あ、そうそう、デパートに夏休みのさ、そうそう、なんか持ってくんだよね、そう、見せるために、そう、でそれを思い出して、うん、そう、まあ入れたんだけど、うん、でしばらくしたらなんか普通にあのエルピスとかにいてびっくりした大出世だね、大出世してたと思って、はい、うん、なるほどね、アンビストマはね、はい、結構じゃあ開発チーム人気ですよ、我々、うん、我々世代の人はそういう感じで、より、うん、このアンビストマちゃんをめでていただきたいですし、うんうん、まあね、あと芝居のね、まあね、みんな大好き、うん、豆柴さん、そして、うん、我らがモルボルさん、モルボルさんこちら3種類ありますので、うんうん、はい、モルボルバルブ、うん、はい、はい、よろしくお願いいたします。まあ、モルボルバルブが一番なんかちょっと欲しいかな、俺は。国坂さん、この3個だったらどれがしわ、ボルボルバルブですよ。いやなんかねすげえ言わされてるで言わないと来年の給料が下がるみたいなノルマが話ノルマが俺が ETA みたいな必ず言うようにっつって、うん、でも誰も欲しいな、いいな、ね、これはね、誰のアイディアなの、うん、わかんない、いろんなことができるんだな今、うん、だね、このシリーズもね、たくさん売れたらまた違う、確かに増えるかもしれないもんね、うん、ぜひデモンズブロックをね、あ、大好きなデモンズブロック、デモンズブロック推しだよね、ほんとね、ほんとに可愛い。